ウィリアム・ゴーランド・ウィリアム・ゴーランドは、明治政府が、イギリスより、大阪造兵領に招兵した、科学研や金技師。日本の古墳研究の先駆者としても名高く、日本考古学の父と呼ばれている。さらに、日本アルプスの命名者としても知られている。ゴーランドは、1842年に、イギリスのサンダーランドで、ジョージ・サンプソン・ゴーランドの長男として生まれる。 王立科学専門学校や王立鉱山学校で科学や再興、夜勤学を学び、優秀な成績を収める。卒業後の八百七十年から八百七十二年の間、グロートン製造会社で科学、夜勤技師として勤務し、キャリアを積む。そして、八百七十二年三十歳の時に、明治政府から大阪造兵寮の親とい外国人技師として、 招聘を受けた。コーランドは1872年10月8日、大阪造兵寮の科学権夜勤技師として着任した。造兵寮のお雇い外国人は通常3年契約であり、3年で帰国する者が多い中、彼は16年もの長期間在職した。当初、科学権夜勤技師として反射炉の築造、陽動作業を開始し、その技術を伝える。 その後、造幣領主長のキンドルの帰国した1878年2月には、造幣局長官顧問を兼任し、さらに、デーロンの帰国した1888年2月には、試験法、妖怪所長を兼任する。また、陸軍の大阪製造所の日本陸軍省夜勤、関係特別顧問にも任命され、イギリス式夜勤技術の指導に当たった。さらに、彼の指導で、 同精錬を学んだ花田信介は増兵療体幹後三菱の大阪精錬所でイギリス式反射炉を建設した。1881年兵庫県田田村平野の平野高専から輸出する炭酸水を検査して引用に公的と評価。後この高専水は平野水として瓶詰め販売され、後年の清涼飲料、三ツ谷サイダーに系譜が続いている。 以上のように日本の近代産業の育成に大きな貢献をしたことから明治新政府は1879年1882年とたびたび賞与金を支給してこれに報い1883年11月3日には訓四等局実賞受賞が贈られた公務の合間には日本各地の古墳の調査、登山をはじめ棒と焦げ法の指導 日本絵画の収集など、精力的に活動した。1888年10月31日に、雇用期限満了となり、泉布の館での送別会の後、同年11月24日イギリスへの帰国の途に、着いた。帰国時には、功績が顕著であることをもって、君山党局日中受賞が送られるとともに、松方大蔵大臣より3000円の贈与があった。また、 遠藤造兵局長より、足元このつぼねを去るといえども足元の功績は、この曲と共に永遠に、夫婦べきは本館の真して、疑わさるところなり云々の書を寄せられている。彼は、専門の夜金学の分野において、日本の伝統的鋳造技術を研究し、帰国後の1915年に、古代日本の金属と、金属工芸と題して、弥生時代から、 明治初年までの最高や禁止を発表している。ゴーランドの業績として高く評価されているのが、日本の古墳研究であり、日本考古学の父とも呼ばれている。彼の実地投査は、近畿地方は元より、南は日向、西は非前、東は岩木まで及んでおり、調査した横穴式石室は、全国406基、作成した、略測図は140例にも達している。 彼の科学的、実証的な調査、研究は当時の学問水準をはるかに超えており、現在でも十分に通用するものである。ゴーランドの日本古墳の研究成果論文はイギリス帰国後9年が経過した1897年に初めて発表された。論文以上の論文は日本古墳文化論、ゴーランド高校論集にて読むことができる。また、 現在、大英博物館に保存されているゴーランドが収集した古墳の遺物や撮影した写真については、ガウランド日本考古学の父として出版されている。1874年に、アトキンソン、佐藤との外国人3人のパーティーで、ピッケルとナーゲルを用いた、いわゆる近代登山を日本で初めて、神戸の六甲山で行った。佐藤は、富士山に最初に登った。 外国人としても知られる。日本アルプスという名称は現在広く使用されているが、この名称は1881年にイギリスの日本学者チェンバレンが編集した日本についてのハンドブックの中でジャパニーズアルプスとして初めて登場した。このハンドブックのうち、新州の山岳地帯の記述を担当したのが熱心な登山家でもあったこのゴーランドである。よって、 彼は日本アルプスの命名者である。その後、この名称はイギリスの宣教師、ウォルター・ウェストンの著書により紹介され、世界中に広まることになる。ゴーランドは1888年のイギリス帰国後、グロートン製造会社に復帰した。その後、前述の通り、日本の古墳研究の成果を論文として発表すると、共に工業金属関係の研究所長。 王立人類学協会の長を歴任し、1908年に王立協会フェローとなるなど、イギリスの学会で活躍した。1922年6月9日、ゴーランドはロンドンで死去した。79歳、ロンドンの聖メディール・ボン墓地に埋葬された。彼の不法は、彼の夫人により、大阪造兵局に伝えられ、地元市において造兵局に功労あった人として、 彼の主が報じられた。イギリスにおいて、ゴーランドは、ウィルトシャー州にある巨石建造物であるストーンヘンジへの貢献で、知られている。1901年、彼は、古代文化財協会から、傾きが次第に大きくなり、青石の一つにもたれかかるようになっていた、サーサン石の一つの安定化工事の監督を任された。鉱山技師である、彼は、 精密な計算により手こと滑車を設置して、見事成功させた。さらに、日本での古墳調査の経験を生かし、目の細かさの違う古いを使い分けて、異物の採取を行った。その結果、腐食した聖堂の痕跡を発見し、巨石が石器時代の周期のものであろうとの年代推定を可能とした。ありがとうございます。